闇に刺さる一筋の光、奴の目がギラつくのを見たか、奴は笑う強い敵なほど、牙を剥きふざけるなと吠える。ああ時代は世紀末、悪は栄え血を覆う。ああ奴なら言うだろう、百万年早いぜ、奴は前期前期、祈りの輪の交わるところ。ライオン降臨、奴は来る危機前期前期、振りかざした炎と共に。ライオン降臨、聞こえてくるのさ、ラジャスの ねえいいじゃん、ラブラブしようよ。いい加減にしてよ。ほんとしつこいわね。あらあら、ちょっとこの僕の誘いを断るつもりかい？そりゃ後悔するぜベイベー。何言ってるのこいつ、バカみたい。その顔で、うん、そのセンスで、あその足で、あのな、ははん、あんたね、この辺りに出没する変なナンパ男ってのは噂通りね。なんだよ。超ダサい。困ります。いいじゃないの、ちょっとぐらいサボったってさ。でも私、こんな薄汚い店でバイトなんかしてるより僕と楽しくさ。どこが薄汚い店だって？そう、面白くもね、女どもめ、今に目にもの見せてやるぜ。ガッとにくんな、クソ。何が怪人塚だ、偉そうに。そんなら可愛い女の子の一人でも紹介してみってんだよ。ほら、ほら。文句があんならたたってみやがれ。アバよ。お世話になります。わしらこそ今後ともよろしく。なに、自分のうちと思って遠慮なくお暮らしくだされ。うん、さすがはゴキちゃんね、お行儀がいいわ。どこかの誰かさんとは大違い。パルパル。ゴキちゃんはやめてください。それに今は僕アキラです、マスター。あら、そういうアキラくんだって。あ、そっか、いけない。そうよ、普段は千秋お姉様とお呼び。重回王将。あ、いや、ほら、ほんのかわいいジョークじゃって。とにかくこれで前期様だけじゃなくゴキ様も揃ったんですから、百人力ですよね。ゴキが何の役に立つってんだ。なんてこと言うのよ。
ゴキがいなきゃあんたは超鬼神になれないんでしょ。はん、だいたい自分一人じゃ鬼神にだってなれないくせに。なんだと、よくも言いやがったな。何よ。やめんか、千秋。だって前期殿もいい加減になされません。どうかうちの娘を助けてやってください。娘が。はい、これが娘の静香です。これをご覧ください。はあ、これはまた麗しき娘子じゃ。かわいい。なあ、そうじゃろう。このパッチリした瞳の可憐なこと。お前ら、うちの父ちゃんがこんなに頭下げて頼んでんのに何はしゃいでんだ。だいたいこんなおんぼろ神社に。たかし。父ちゃん、もういいよ。こんな奴らに相談することない。無駄だよ、帰ろう。いやいや、どうかご無礼を許してくだされ。ほら、お主らも謝らんか。ごめんなさい。こちらこそ、とんだ失礼を。ねえ、どのような。あ、静か。うるせえな。なんと。私たちの町、虹ヶ浜海水浴場で怪人塚が壊されるという事件がありました。怪人塚？はい、昔から伝わる小さな祠です。その頃です、静香がこんなことになったのは。あら、浜の人たちはなんと。それが誰も取り合ってくれません。どうして。皆さん、怪人様のたたりだと恐れて。たたりも違うな。たたりなんかじゃねえ。その姉ちゃんカスカだが、カルマの実の匂いがしやがる。カルマの実。ん、なんだこのチビ、偉そうに。よし、わしらも出陣じゃ。はあ。おい海、はい、白い雲、はい、輝く太陽。そこの素敵なおじさま、ボール取って。はい。おじさまかっこいい。ほれぼれしちゃう、素敵。あの、白昼もしてますよ、和尚様。たばけも飲めだが。絶対ダメだこいつら。なんだ、みんな寄ってたかって海に浸かって何してやがるんだ一体。よいか千秋、わしらは遊びに来たのではないんだぞ。分かっておるか。わい、海が入る。ここおりゃ。もう絶対あんないい加減な奴らなんか当てにするもんか。あの人何してんのかな。来た。はい、彼女たちラブラブしてるか。それにしても今年はかっこいい男全然いないわね。ほんと、がっかり。はい、彼女たちラブラブしてるかい。とりあえずやっちゃうよね。さっきそうだった。あれかっこいいつもりだしちゃう。やべえ、似合わないね。来たぞ来たぞ、俺の獲物が。俺の獲物が。いつまで遊んどるつもりじゃ。あ、
手なんかいないわ。わしにはそうとしか見えんがの。もう分かってないんだから。おとりですか。そう、狙われたのは可愛い女の子ばっかりなんでしょ。もうで、樹海はどうした。あっち、ほらほらほら、カニだ。ほら、そっち行くぞ、ほら。ほら、あかん、ハサミに気ぃつけて、ハサミ打ちにしろ。やれやれ。おい、何やってんだ。カズエさん、あんたこそどうしてここに。調査しに来たんだ。ちょっと変な噂を聞いたもんでね。おお、カズエ殿も。わしらも依頼されたことがありましてな。で、そちらは何か手がかりでも。おい、何やってんだよ、早く来いよ。そうだ、アキラくん、ちょっと手伝ってくれない。うん、いいよ。でも、どうぞ、行ってきなされ。ありがとう。うん、そっちもこっちの邪魔しないようにせいぜい頑張りな。行ってきます。いいだ、キュッパー。タガシ、タガシ、どこ行きやった。どうしたのお姉ちゃん。まさか。逃げちゃった。オイラの姉ちゃんと同じ目にあった人なのに、オイラびっくりして逃げちゃった。お願い、お願い、助けて。そんな、父ちゃん、父ちゃん呼んでこなきゃ。急がなきゃ。来ないで。やめて。今度はお前の番だ。覚悟しろよ。取れやしね。はあ、手がかりなしじゃ今回は時間がかかりそうじゃの。それはそうとして、なんで私に誰も声をかけてこないわけ。たく、すいません。お父さん、あのうちの高志を見ませんでしたか。高志くん、ガキには興味はねえが、ついでにお前の顔も食ってやろうか。誰だ。弱い者いじめはやめな。あんたが噂の正体ってわけか。獲物が増えたな。あれはカルマの実。アキラ君、君たちの用事もこの男みたいだね。その顔食わせてもらうぜ。これが俺様の本来の姿だ。
守護鬼神ゴチ天照降臨守護天外カズエさん、早くマスターを。え、マスター？あ、そうか、わかったわ。ご主様、あれは。ああ、昼間から花火じゃな。あ、マスター、早く。とうとう出たわね、この化け物。今よ、マスター。出やがったな、カルマジュ。千秋、召喚だ。ゼッキ、行くわよ。真の呪縛、キジの刃にて封じを断つ。ハジュバジュラオンオーク、現身せよ、ナンジ、ゼッキ。前期、ここに元臨。おのれ、鬼め。この俺様が相手だ。高橋君、無事だったか。あ、あれは。安心なされ、あれこそ鬼神前期殿、悪者を退治してくださるのじゃぞ。あれがさっきの地名。闇を切り裂く武器となりて、我に力を与えたまえ。時の覇者よ、金剛勇よ。勇気層、金剛武。ちょろいもんだぜ。すごい。あ、天気。超人力バグラマハル。超鬼神になっとる。ラジャス、超鬼神前期、雷光少林。うえい、本能部ゴーハダン。うめえ。あんなカルマの実などいらぬ。取り付いた人間が悪かったようだな、黒帝。さあ皆さん、節操
と楽しいビーチバレーを。素晴らしい、この夕暮れのビーチで。そんなに恥ずかしがらんでも。行くぞクリバ。お嬢様待ってください。本当にありがとうございました。いやいや、娘さんの顔が戻って何よりでした。本当よかった。いつもはこんなチビな格好なの？大きい時の方がずっとずっとかっこいいよ。ねえねえゼッキー、大きくなって見せてよ。ねえゼッキーってば。おやおや、小さいゼッキーの本ならもっとよかったのにね。あうさってぞてめえ。おー青春じゃ。人形たちが動き出して、そしてヒューガさんは生きた人間を人形にしようとし始める。次回、魂を作る指先、人形たちの夜、バジュラオン。